はい、どうも、こんにちは。ガロです。8月のシンデレラナインやっていきましょう。ということで、今日はですね、こちらに映っている、UR のいろはちゃん、いろはちゃんですね。で、なんですけど、まあね、こちらのね、方がね、ひまわりを、まあ、両方ね、まあ、つけられるように、まあ、なったんですけど、で、このね、いろはちゃんの、シンデレラハーモニーなんですけど、まあ、これがね、まあ、3回まで、で引っ張りを、使用することで、三振率下げて長打率を上げる。でこの打席でホームランを打つと、オペレーションコストを10回復っていう感じで、まあ、ホームランをその打つことができれば、まあ、引っ張りのコストが15なので、まあ、実質5で打てたことになるよっていう感じになるので、まあね、まあ、これをね使うんであれば、まあ、ホームランが欲しいところなんですよ。それだもんで、今日はそのホームランをね、その引っ張りを使用、まあね、まあ20回使用して、で、ホームランがどれだけ出るかっていうところをね、見ていきたいと思います。で、そのうちのね、もう先ほど見せた通り、まずはね、この、ひまわりの状態と、あとね、その、ちょっと変えまして、メモリアルリンク。で、まずはね、このひまわりつけた状態、2つつけた状態。で、もう一個つけられるんですけど、いろはちゃんの方は。まあね、ちょっと統一させたいっていうところで、まあ、ひまわりを、2つだけつけているような状態。で、それとね、まあ、FB 革命の費用着とかでもいいんですけど、で、こちら。で、こちらのね、いろはちゃんの固有が、まあ、条件付きではあるんですけど、ホームラン率が大幅に上昇なんですよね。それだもんで、まあ、この固有をつけるのもね、多分ありだと思うんですよ。シンデレラハーモニーを生かすためには、まあ、これもありかなっていうところで、でホームラン率のね、その上がる振り幅っていうのが、まあ、大きいので、条件付きなのがちょっとあれですけど、まあね、一応振り幅があるんで、まあ、これをつけてね、ちょっとやってみようかなと思います。はい。で、これだもんでね、これが結局ね、貫突してないので、まあね、1個しかつけられないっていうのもあって、まあまあ、固有は1個ずつ、UR の方はつけているような、まあ、状態です。はい。でね、まあ、どこと対戦するかと言いますと、まあ、姉妹校さんでいいかなっていうふうに思ったんですよね。で、姉妹校さんの、まあ、全国クラスのね、まあ、姉妹校さんを相手にね、まあ、使って、まあ、どれだけね、ホームランをね、打てるかっていうところです。で、引っ張りを、その、3回の間までしか使えないので、まあ、多分、その、なんだろうな、なんていうの?うん。まあ、1回だけしか使えなかったりだとか、1試合の中で。まあ、1回、まあ、最大では3回使えるんですけど、まあ、そもそもね、その全国クラスの相手に、そんな3回も使えることっていうのは、そうそうないと思うんで、まあ、1回とか、多くて2回ぐらいじゃないですかね。はい。で、チームスキルは発動は、まあ、どっちでもいい。発動しないにしておきましょう。うん。まあ、どっちでもいいんですけどね。はい。っていう感じで、で、カスタマイズはね、もうね、してあるんですよ。まあね、いろはちゃんの、まあ、打席が入った時に、まあ、止めるような感じで。はい。シンデレラハーモニー発動可能ってやっちゃうと、これね、なんだ、その、葵ちゃん、UR の葵ちゃんが、その、いる関係で、全部の打席で止まっちゃうんですよ。意味ないんですよ。それだもんでね、これね、まあ、シンデレラハーモニーっていうのを追加してほしいですね。特定の、選手が打席に入った時かつシンデレラハーモニーが使える時っていう、そういう条件をね増やしてくれてたらね、ちょっとありがたかったんですけど、まあね、ちょっとこれでやっていこうかなと思います。はい。まあ、勝ち負けは関係ないですね。引っ張りをまあ使用する時だけなので、うん。はい。それではね、まあまあまあ、こちらが高校ですね、一応。はい。で使えますね、まだ1回なんで。で、引っ張りを使います。はい。で、ヒットに、ホームランは出ませんでしたと。さあ、もう一回回っては、来ましたね。ギリギリ回ってきましたね。さあ、これが最後の、引っ張りです。はい。この試合。さあ、アウトになりました。まあ、ホームランはこの試合では出ませんでしたね。っていうような感じで、まあ、今2回ね、使いましたんで、残り18回、使っていきます。はい。で、それでその18回も全部で20回終わったら、今度は先ほどのね、いろはちゃんの固有を付け替えて、それで20試合します。で、それでホームランがどれだけ出たかっていうところをね、見ていこうかなと思います。それではね、
こちらのひまわりバージョンの方20試合終わったところまでね、飛びたいと思います。それではまた。はい、それではね、ひまわりね、こちら2つのバージョンで、シンデレラハーモニー20回使用しました。で、結果の方はね、一番最後に言いますんで。で、そしたらね、こちらのイロハスちゃんと、こっちのイロハスちゃんを入れ替えて、で、こっちのピンクの固有をつけます。こちらは、こっちはね、ホームラン率が大幅に上昇っていうものがあるんで、まあ、ただね、走者が1人以上いるとき、じゃないと発動しないというところですね。ただ、まあ、ランナーがいればホームランをそのだいぶ打ちやすくなんじゃねえかなっていうところで、はい。まあね、ホームランがどれだけ打てるかっていうところなので、ヒットとかそういうものをね、見たいわけじゃないので、はい、まあ、そこにピンポイントを合わせての、まあ、検証なので、まあそうですね、これで、またね、シンデレラハーモニーを20回使用していきます。で、またね、相手は同じ、ところです。はい。で、まあ、またね、全国クラスの相手じゃないとちょっとね、まあ、意味がなくはないですけどね。うん、まあ、そこら辺がね、基準になってくるとは思うんで、はい、もうちょい下、もうちょい下、はい、もう一回お願いします。はい。さあ、これで、またね、先ほどと同じように、イロハスちゃんで、ところで止まるようにはしてあります。はい。まあ、大体ね、やっぱね、1回か2回しか使えないですね。うん、3回も使えないです。うん、3回までの間に。うん。さあ、いきなり、ランナーがいます。はい、さあ、これで、引っ張ります。これで、まあ、発動してますよね。これですね、こっち。一矢報いるアーチ。で、ホームラン率が大幅に上昇が乗っかるというような感じですね。さあ、どうだ。はい、来たーホームラン。さあ、幸先いいですね。はいはいはい。スリーランホームラン。まあ、スリーランホームランじゃなくてもいいんですけど、ホームランの数なので。はい。これで、まあ、1本出ましたね。はい。で、これで、3回前なんで、これがラストですね。ただ、いないですね、ランナーは今回は。はい。まあ、普通の、スリーベースヒットですね。はい。で、こういう感じで、まあ、またね、シンデレラハーモニー20回、使用していきますんで、終わったところまでね、また飛びたいと思います。それではまた。はい。それではね、先ほどのね、ピンクの、固有スキルのイロハちゃんの方が、まあね、20回分使用が終わりまして、で、まあね、肝心のホームランの数をね、ちょっと発表していきたいと思います。はい。ではね、まずね、こちらのまずヒイラギちゃんは、こちらはね、通常通り、両方ともついているような状態。どちらのバージョンでもついているような状態。このイロハスちゃんだけが、まあ、違う状態なので、で、こちらのフルパワーガールを、つけた状態で、のホームランの数が、まあ、シンデレラハーモニー20回使用して、ホームラン出た数、2回です。はい。ホームランの数が2回。で、もう一つが、こちらですね。はい、こちらの、固有をつけた状態で、やったとき、まあ、走者がね、1人以上いるときなんですけども、シンデレラハーモニー、もう20回、まあ、使用したところ、ホームランの数、4回でございます。はい。なので、まあ、まあ、こちらの方がね、まあ、当然ちゃ当然の結果ですね。うん。ホームラン率がね、まあ、走者が1人以上いるときではあるんですが、ホームラン率が大幅上昇が乗っかるので、まあ、それでね、まあ、ホームランの数が増えたんじゃないかなっていう感じですね。ただね、まあ、ひまわりを2つともつけるっていう場合でも、シンデレラハーモニーが使えない状態でも活躍が、まあ、できるので、まあ、その辺、試合全体を通しての、その期待値が高いかなっていう感じですね。うん。まあ、ただシンデレラハーモニーでホームランを打ちたいっていうんであれば、まあまあ、こういうのとか、ホームラン率を上げる、まあ、スキルをね、つければいいんじゃないかなと思います。FB 革命の費用儀とか、あの辺のね、例えばこれじゃなくて、どれだっかな、これですね。これとか FB 革命の、まあ、費用儀とか持ってるんで、まあね、シンデレラハーモニーを、まあフル活用したいっていう場合は、まあ、こういうのをつけると。いうような感じですね。でもまあやっぱね、試合全体としてまあ活躍してるもらうんであれば、やっぱりひまわりの方がまあいいんじゃないかなとは思います。それでもね、一応2本は打ってくれてるので、うん、まあね、 FB 革命の費用儀とかつけても、まあ打たないときは、まあホームラン打たないときは打たないので、まあね、その辺はまあ好みでいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあね、まあ僕はこっちじゃなくて普通に、ラーメンイロハスちゃんを、つけて
試合を、させていきたいと思っております。はい、でイロハスちゃんはねもうねあのひまわりあの2つつけてあるんで、まあねこの次の育成としましてはまあようやくね、こちらのディーンちゃんに、手がつけられるなっていう感じなんですよね。はい、でまあ両方ともレベル3なので、はい、まあねこの辺のね育成もねまた頑張っていこうかなと思います。はい、ということで今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。